シのノキケンく君どうしたんですかお疲れさまですこの前は来てくださってありがとう本当は、ね、一緒にラーメン食べたかったんですけどねラーメン屋がいっぱいだったんで寿司屋に行っちゃいましたお寿司もねいいんですけどねついつい食べ過ぎちゃうんですよお腹がボコッとまあでもラーメンも太りやすいみたいなんでどっちもどっちかなというところですかねはいまあこれからも元気に過ごしていきましょうえ本当にね携帯電話の件お世話になりましたそして 毎月の電気代も安くて助かってますよ見違えるほど安いですよだってずっと3万円前後が当たり前だったのに、まあ、今ね2万円を切る時もあるんですよ前回の支払い1万2000円ですからね奇跡ですよこれは1万2000円って私の生涯でも大学の時にまあ住んでいたマンションの電気代が、まあ、1万2000円はとてもいかないんですけどね8000円ぐらいだったですからねそれに匹敵するかなと思えるような 見違えた電気代ですその代わり全然関係ないけど水道代なんと2ヶ月に1回の支払いですけどもこっちがね1万8000円ですよ水道代を安くする方法はまあないでしょうねはいということで水道,のあ水道代の民営化に怯える「隠、えー、居 TV 久保哲郎」がお届けしましたまた会いましょう